皆さんこんにちは、エモンです。今日は線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかを答えるクイズを出題します。問題数は全部で15問で、制限時間は各問題15秒です。15秒では短い場合は途中で一時停止をいただいても構いません。なお今回の問題は山手線の中から出題しています。それではクイズスタートです。第1問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは上野駅御徒町駅間でした。第2問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは渋谷駅原宿駅間でした。第3問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは高田馬場駅目白駅間でした。第4問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは西日暮里駅田端駅間でした。第5問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは代々木駅原宿駅間でした。第6問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは五反田駅目黒駅間でした。第7問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは駒込駅巣鴨駅間でした。第8問、線路から見える風景を見てどことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは田町駅浜松町駅間でした。
第9問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは高田馬場駅、新大久保駅間でした。第10問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは東京駅、神田駅間でした。第11問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは秋葉原駅、御徒町駅間でした。第12問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは大塚駅、池袋駅間でした。第13問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは鶯谷駅、日暮里駅間でした。第14問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは上野駅、鶯谷駅間でした。第15問、線路から見える風景を見て、どことどこの駅の間なのかをお答えください。答えは東京駅、有楽町駅間でした。以上、駅と駅の間の風景クイズでした。ご意見などがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルが少しでも参考になりましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。